必ず読んでね。皆さんこんにちは。本日、都営三田線、志村三丁目に新型ホームドアが設置されました。これで都営三田線のホームドア更新で新型ホームドアが設置され、4駅目の設置になります。今回はその様子をお届けいたします。もちろん、春日駅より先は都営地下鉄、太路線の乗り換えがないので、一度、改札を出る必要があり先に改札の処理済ませ、ようやく、志村三丁目一番線に到着。やはり、新型ホームドアから少し、背が高くなったような気がします。それはもちろん、飛び越生による人身事故防止のため、こうなりましたが、他の鉄道会社と違い都営は、ホームドアに関しては、本当に早いですね。これで地上ホームドアは、残すところ、新高島平、西高島平、この2駅のみとなります。今月13日、ついに三田線で初めて、近く間のホームドアの更新が行われます。地上では、もう残すところ2駅のみとなります。地上駅、旧ホームドアの記録はお早めに。ここからは動画をどうぞ。次回、三田線でのホームドア情報についてのご案内いたします。次回は11月13日、志村三丁目のホームドアが停止と新型出発信号機の稼働開始、同じ日に蓮根駅の新型ホームドアが稼働開始となります。動画は早朝6時から7時の時間帯になります。どうぞお見逃しなく、また遊びに来てくださいね。ありがとうございました。お降りの際、チャンネル登録、通知オンなど、お忘れ物、落とし物のなさいませんよう、十分にご注意ください。お乗り換えのご案内です。当チャンネル他の動画をご覧になられる方は、動画下のアイコンをご利用ください。